い、こんにちは。税理士川みなみの YouTube へようこそ。オンラインで税理士を雇うということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川みなみです。本日の動画のテーマはこちら、税理士おすすめ会計ソフトについて動画で紹介したいと思います。そして本日の目次はこちらになります。おすすめの会計ソフト、会計ソフトを使うメリット、デメリット。最後にまとめとして税理士おすすめの会計ソフトはこちらですというのを動画で紹介したいと思います。本日の動画もよろしくお願いします。はい、それでは税理士おすすめ会計ソフトについて紹介していきます。まず会計ソフトにはダウンロード型とクラウド型の2種類があります。ダウンロード型で有名なのはよよい会計さんですね。でパソコンにダウンロードして使う型をダウンロード型と言っております。よよい会計さんがおそらく一番いい、他にもありますけども一番メジャーがないかなと言っておすすめです。次にクラウド型ですね。こちらが今噂のというか人気が出てきている会計ソフトで、クラウド型と呼ばれるものです。こちらも、メイン、こちらですね、2つ紹介しておきます。マネーフォワードクラウドさんとフリーさん。フリーさんは皆さん聞いたことあると思います。会計ソフトには、ダウンロード型とクラウド型があります。この弥生会計さんなんですけど、こちらも、弥生会計の弥生オンラインというもので、クラウド型ももちろんありますので、そちらの方はクラウド型になっております。それではまずね、会計ソフトを使うことのデメリットですね。会計ソフトを使うデメリット、何があるかと言いますと、4点挙げました。まず1つ目、パソコンが必須ってことですね。まずはパソコンを持ってない方はちょっと最初の初期投資にかかってしまうというのがデメリットの1つになります。あと2つ目はネット環境が必要になります。ダウンロード型は大丈夫なんですけど、クラウド型は必ずネット環境が必要になりますので、ネットがつながってないとか、自宅や仕事場に Wi-Fi がないという方は、そのネット環境を整える必要があるので、費用がかかるなり、ちょっとハードルが上がってしまうという意味です。で3つ目ですけども、これは費用がかかるってことですね。パソコンもネットも環境整えるもそうなんですけど、この会計ソフトを使う使用料がかかるんですね。どうしてもこの費用がかかるので、こちらデメリットに挙げておきました。費用がかかるといっても、じゃあどれくらいかって言いますと、どの会計ソフトさんも年間1万円前後でサービスを提供しております。月にするとね、1000円前後、1000円切ったり弱になりますので、そこまでね、費用がかかるとは言えないんですけども、やっぱ起業したばかりとか、スタートアップの方にとって、この費用が負担になる場合もあります。あと4点目、こちら、使い方がわからないというものです。これはね、会計ソフト導入する、じゃあダウンロードしましたとか、導入しました、会計ソフト導入しましたって言って、いざじゃあ入力していこうと思うと、入力の仕方をどこからすればいいかわからないとか、こうボタンがたくさんあるので、どれがどこからやれば正しい方法なのかわからないということで、使い方がわからないという声が聞かれます。本業の方なんですけど、私、この会計ソフトの導入レッスンということで、家庭教師のように全3回で、会計ソフトの導入、普段の入力ができるようになるのをサポートするというメニューもありますので、気になる方は概要欄のホームページ、税理士事務所のホームページの方から行っていただけると、詳細と料金ありますので、そちらの方から興味ある方はクリックお願いします。会計ソフトのデメリットはこちら4点になる。じゃあ逆にメリットですね。会計ソフトを使うメリットはこちらです。会計ソフトのメリット、1つ目、集計が自動だということです。これは手書きの帳簿をされている方は分かると思うんですけど、例えばですけど3000円使いましたったら、3000円残高引いていくら、または8000円入りましたと、さあ8000円入ってまた残高いくらというふうに計算機を入れて集計しないといけないんですけども、会計ソフトを使うとここは全て自動でしてくれます。ですので残高を考えずに入力していくだけで自動的に計算をしてくれるというのが1つ目のメリットです。あと2つ目、日付順が自動的に日付順になるということです。手書きの、帳簿を使っている方は分かると思うんですけど、なんかやっていて閉めた後に、財布の中から2、3枚レシートが先月分のピラッと出てきたりするんですよね。会計ソフトでしたらそういうことは、すべてどの日付から入れようが、6月分から入れようが、2月分から入れようが、日付ぐちゃぐちゃだろうが、すべて1月1日から12月31日まで順番に並べ直して自動的にしてくれます。これは本当に楽です。これが2つ目です。そして3つ目ですね、青色申告が狙いやすくなるので、節税につながるということです。会計ソフト使うと、手書きのものとは違って青色申告のハードルがぐっと下がりますので、青色申告をすることで節税ができるというのが3つ目の最大のメリットです。これは大きいです。そして4つ目、これはデータが把握できるという点です。これは経営者なら必須のスキルなんですけども、それのデータが会計ソフトを使うと比較的簡単にできますよということです。例えばボタンで今年の6月の売上はいくらだろうってクリックするとバッと出てきます。で、去年の今頃の売上いくらだったかなとか、去年の今頃の仕入れいくらだったとか、去年一番忙しい繁忙期の時の一番高い売上って何月だったのかっていうのが、ボタン一つで自動的にクリックすればそのままどんどんどんと出てきて、
てくれますので、これが会計ソフトを使う4つ目のメリットになります。それでは次ですけど、まあ、ダウンロード型とクラウド型ってあったんですけど、やはり今ね主流はクラウド型で、私も個人的にクラウド型をおすすめしております。使うなら会計ソフトはクラウド型です。クラウド型を使うメリットについて次紹介したいと思います。まず一つ目、クラウド型のメリット、一つ目はバージョンアップが不要ということです。他のねダウンロード型だと、新しい法律が変わって新しいバージョンが出ました、ダウンロードしてくださいとか、今年の所得税の確定申告に対応したバージョンが出たのでダウンロードをしてくださいってお知らせが来るんですけど、クラウド型ですとクラウド上にあるので、もう自動的にバージョンアップは無効でしてくれてますので、常に最新型のものを使うことができるのでバージョンアップは不要というのが大きなメリットの一つです。あとこちらですね、 Mac ユーザーにはもうこれの一択になると思います。クラウド型ですと Windows も Mac も両方対応しています。なので Mac ユーザー対応の方はクラウド型の会計ソフトをおすすめします。そして3つ目、これですね、ネット環境さえあればどこでも入力可能ってことです。ですから仕事場で入力をして、仕事場でできなかった分はご自宅に戻って入力することもできます。あと最近ですとクラウド型の場合は携帯のアプリも出てますので、携帯のアプリをピッて開いて、そこから今使った本当に現金をその場で入力していくっていう方も実際にいるようです。メールアドレスとパスワードさえあればどこからでも入力が可能なことが3つ目のメリットです。そしてこれ4つ目、これが大きいと私思ってるんですけど、個人的にデータの取り込みができるということです。このデータの取り込みができるというのはどういうことかと言いますと、銀行を例えばネットバンキングに使用している方とかですね、あとカードをよく切る方は、そちらのデータを自動的にクラウド型の会計ソフトだと連携することによってデータをこう引っ張ってくることができるんです。通帳を全部入力作業で打たなくていいので、データが引っ張ってくれるので確認確認ということで登録していけばできます。でクレジットカードも同じくデータを取り込みすることができます。ペイパルとかですね、ストライプとかネット決済を使っている方ですね、ペイペイね、お客様がペイペイで支払ったっていうか、そういうデータもすべてクラウド型の場合は対応している会社はかなり増えてきてますので、それのデータも取り込みが自動的にすることができます。そうするとすごく入力の作業がもう現金だけ、もう現金のレシートだけになるので、こちらとてもデータ取り込み勝手できる方はクラウド型のメリットになります。クラウド型のメリットはこちら4点です。バージョンアップが不要で Mac でも対応、どこでも入力ができるということと、データの取り込みが OK ということです。もうこれね、使わない手はないと思うんですよ。本当にクラウド型の会計ソフト絶対使った方がいいです、個人的に思います。じゃあまとめですね、クラウド型を今おすすめしております。でクラウド型の中でも先ほど言ったようにマネーフォワード2社が今一番メインの会計ソフト、クラウド型の会計ソフトだと思います。個人的に私がお客さんに使ってほしいと思っているのは、実際ぶっちゃけこちらです。フリーはですね、初心者の方が直感的に使えるよう上手くなっております。サポートもきっちり両方ともされてますので、この2社で、絞っていただいて、どちらにしようかなって選んでいただけるといいと思います。調べていただくと、入力してもらうと Google とか Yahoo でね、検索ワードかけてもらうと30日間どっちも無料で使えますので、両方ダウンロードしてみて、こう見てみてね、なんとなく使いやすいなっていう方を選んでいただければいいと思います。どうやら相性があるので、本当にお客さんにどうしますかって見たときに、じゃあまあおすすめのこちらの方がいいのでこっちにしますって方と、あ、私はなんか見た感じこっちのフリーさんの方が使いやすそうな気がするのでこちらにしたいですってお客さんと分かれます。今日のまとめとしては、税理士がおすすめする会計ソフトはもうクラウド会計ということで、両方マネーフォワードかフリーさんを使っていただければいい、間違いないのかなと思っております。税理士がおすすめする会計ソフトについてでした。では本日の動画は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ようやく3000人を超えました。皆さんのおかげです。概要欄、必要な URL あるものは貼っておきます。あとコメントや感想、どしどしいただければ、すべて大体目を通しておりますので、楽しみに見ておりますので、感想やコメント、あと取り上げてほしいテーマなどありましたら、コメント欄の方に書き込んでください。ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。